どういうふうにね聞くっていうと、なんかね、なんかこうそれにとらわれちゃってもあれだから、自由に聞いていただきたいんですよね。もう自由に聞いても思ったような感想で、それがもうね小学校の頃の僕のように、あのテーマを期待してるのになかなか出てこないじゃないか、長いな、合唱が早く歌い出さない方とか、まだ歌わない、まだ歌わない、長いなって、そういうね、けど長いっていうこともそれだけ壮大なってことなので、その大きさとか感じてもらえればそれだけでもいいんだろうし、だから全く知らなくても、なんていうのかな、ああ有名なメロディーガニ、まあ、こういう素敵なところがあるんだ、こういういいところがあるんだって興味持ってもらえたら嬉しいし、もう感じ方はこう感じてほしいっていうよりかはもう自由に感じてほしいっていうのが率直なところですね。